は我々の工場の破壊を計画し、私の愚かな試みだと思い知らせてやる。連中の守りは破壊したが、タイの一つも生き残ってしまった。はい、どうもニーナです。今日もスターウォーズバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ジオノス防御側ギャラクティックアサルト遊んでいきましょう。そして本日12月25日はクリスマスということで、メリークリスマス。まあ、クリスマスといえばサンタ、サンタといえばプレゼント、プレゼントといえば皆さんもお分かりですよね、誘導ミサイルです。ということでね、いつも対戦してくれてありがとうということで、この感謝の気持ちをね、この誘導ミサイルに込めてプレゼントしていきたいと思います。誘導ミサイルプレゼントしていくぞ。ただここどう見ても誘導ミサイルが優位に働くステージではないというところがありますよね。こう当たらん、上にいる。誘導ミサイルが優位に働くステージではないんですけども、どっちだこれ。やるね、がっつりやられている。左側を制圧してるから、なんとかもう少し遅らせたいよね。もう少し遅らせたいんだけど、爆発物ねえわ。爆発物ねえんすわ。これめっちゃ、めちゃめちゃいる。爆発物ないわ。これはまずいぞ。これはまずいぞ。これは先に壊してえな、あれ。みんなで壊そう。 ATTE の回だ。これうん、全然減らん。全然減らん。誘導ミサイルをプレゼントしてる余裕はねえな。行こうぜ。受けないの？いや、受けるでしょ。受ける受けるか。いいぞいいぞ。降りるなあれ。よし、1台破壊しておいて、これで3機攻めはなくなったから、いけ。まだおるんか。ノイス、いいとこにいる。これで ATT は1台始末して、まあ、有利を作れたな。アレット働け。もうちょっと減らしたいんだよな。で、向こう、あ、今、何を隠そうっすね。スペシャルフォースなんで、スペシャルフォース中はエアリアルで強引に押すっていう手段があるから、ギリギリまで削られると結構厳しくなるんだよね。ギリギリまでは結構厳しいという流れなので、レイ来てなかった今。セントリーガン起動。そこいるな。うわぁレイ来てた。頑張らねば。押された。もうちょっと削りてえ、もうちょっと削りてえが、レイに完全に崩されたな。これが爆弾があれば。早くない？早いって。さらなる戦力が必要なようだ。輸送船を待機させろ。セントリーガン起動。いるな。いや、きついな。さあ、こっからなんだよな。ちょっと誘導ミサイル撃ってる暇なさそう。誘導ミサイル撃ってる暇なさそう。
状況を見てプレゼントしていくか。まずここで削りてえんだよな。ここでめちゃめちゃ削りたい。で、さっき1台破壊したことによって、ま、2台、3台同時に進行するということはできなくなったので、そこのアドバンテージは取れている。ちょっと遠すぎたかな。ただ相手もね、レイヤーサンタ、アークトルーパーサンタがいるんですよね。やつらの方が簡単に私にプレゼントを与えてくれるかもしれない。今回はまさか私は与える側ではなくもらう側なのかもしれない。将軍、グリバス将軍来た、もう来てる。相手の方が体力が多いんだよな。粘れねえ。くそ。さあこっからが勝負どころ。今10体ね。攻めて減らしたいな。ただ相手はサンタを出してくるというアドバンテージで、その代わりね、ソリに乗る人は少ないという可能性もある。うん、普通に乗ってきてんな。ソリが2個とも動いとる。アークもおるし。破壊しよう。足を止めて撃ってるんだったら一気に持ってくる。もう一機は？うん、ごめん。粘れんかった。一機破壊か。まだわからんな、これは。さすがに防衛来てるな。で、アークも来てるから。手前先に壊すか。準備よし。やばい、カットされるなこれ。やばいなこれ。かなり前来られたな。削ってはいるけどもよくはない。すぐに撃ってないからマシな部分はあるが、やべ、きちんとカットしてきてんな。これできればルート変えた方がいいな。これ読まれてるわ。レイヤーも欲しいな。レイヤーも欲しいな、じゃねえわ。レイヤーはいらないわ。あれ欲しいな。アイデン欲しいな、アイデン。これ壊しといて。どこにてかは来てるな。きちんと守ってんな。もうちょっと減らさんときつい。多分守りが結構厚めだから、これタンク出してもいいかもな。撃たれた、バレたな。多分守り硬すぎるから逆サイドに行くか。あ、でもしっかり守るようになってるな。多分ね、あんまり時間がないからリモバクでやった方がいいと思うな。これリモバクでやってもこれ10機は削るのきつそうだな。気づかれたな、我々の作戦。気づかれてんのきつい。守り硬すぎる。倒れてくる。
硬すぎるて。すぐ置いて一発飛ばしてからの硬すぎる。硬えな。もうちょっといないときついかも。いや、これで削りきれないのきっつ。いや、これで6無理なんだ。1人だと多分1個なんだよな、置けて。置けて1個なんすよね。これで5でしょ。いや、きつい。これで5。そうなんだよな、あっちがちゃんと打ってる方なんだよな。勝利の確率4、攻めて。攻めて。ここでもう一機後ろに出てきてくんねえかな。オッケー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 。工場に対する計画の再検討が必要になった。一度コアシップは機能上に対比し、我々はクローンの排除に努める。後ろ下がってんな。止めろ。公平のために砲弾への道を切り開く。いて。削らんときついな。いや、これきつ。敵の進行を止めろ。アイデンまだ早いんだよな。多分それで一機倒した時点で前に出るから前止めなきゃまずいな。左側前来てんのか。前止めよ前。しっかり破壊しないときついな。しっかり破壊しないときついぞ。いや、もう一人分かってる人いるけどな。これ敵の方が上手だぞ。まずい。まずいな。3箇所止まってない感じか。もうちょっとあれ欲しいな。痛い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 。きちんと破壊するぞ。とりあえず進んでるやつを狙っていこう。アイデンが撃ってくれてるんで。うわー、まずい。壊されてんのきつすぎる。いや、守り硬すぎるって。これ裏やってくんのきつすぎる。もう前進んでねえのか。前進んでない方やりに来ちゃってんな。前進んでない方やりに来ちゃってんだよな。こっち放置でよかった。こっち放置でよかったわ。すまん、間違えた。アイデン信じるしかない。マジでアイデン信じるしかないわ。アークにも撃たれてるし。迂回始まって。死んじゃう死んじゃう。これカスタだけでマジできつい。真ん中動いてんな。常に爆破、常に爆破。いや、これでもきつい。これが分かってる者同士の戦いになっちまった。これはあれか、ジオノーシス最高戦闘をやれというサンタからのプレゼントなんじゃないのか。ただ相手前出すぎだな。パワブラもいるからな。これもうちょっと頑張ればワンチャン見えてくるね。私ライン上げられたことによってアイデンが機能しなくなった可能性あるから、ちゃんとフェイントかけないと多分裏から撃たれるんだよな。あ、
危ね。まずこっちも防衛いるんか。裏からパワーブラもいんのか。ドロイデカもありだな、これ。進んでるやつやばいな、止めないと。まずい。止めてきてる。やべえ。手前に来てるやつ止めないときついな、これ。タンクも使えねえか。あー、たどり着いちまった。手前のやつから落としていこう。警戒されてんのマジできついわ。いいよ、ギリまで削っといた。こっからが勝負です。タンク使いてえな。これは私に対するクリスマスプレゼントか。いや、後ろのやつ落とさない方がいい。これ前でのやついっぱい残しちゃうと、前でのやつやられちまう。戻れねえわ。アイデンも出てんだよね。オッケー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 。まだ微妙かな。3機残って4機残ってるもんね。真ん中は削ったけど真ん中乗ってないでしょ。真ん中はいいから、多分一番端っこかな、狙うとしたら。これの方が動いてんじゃない？これ動いてる？戻れ、お前は故障している。あともうちょっとだけど、きついな。アイデン機能してる、タンクも機能してる。これは私に対するクリスマスプレゼントになるかどうかはまだわからんね。近いとこから狙おう。多分乗られたらやばいな、ここだ。乗られたな。必死で削るしかない。必死で削るしかない。タンクも重要だな。ドロイデカも言ってくれてるのめちゃめちゃでかいね。ただこれでもきついな。前期突入してきてんな。準備 OK。 まあ意地で削るしかない。削り切れるかな。やべ、もう使えなくなった。やばい、ジェットがない。後ろから来そう、ヒーローが。終わりだ。危ない、やめて。俺のボバフェットがつらい。つらすぎるんだ。つらい。
辛いな。仕事の話か。さすがに。いて。いて。飛ばしてくれないんだが。まああとはアイデンで撃つだけで終わりだけども。宿砲だ。ありがてえ。見応えのあるショーだった。いや敵もちゃんと分かって防衛してくる人と。これすげえ理解度の高いジオノーシスだな。ごめん誘導ミサイルどころじゃなかった。めちゃめちゃ面白かった。これは私に対するクリスマスプレゼントでしたね。ありがてえ。いや最高のクリスマスプレゼントだったかもしれん。はい、というわけでなかなか良かったんじゃなかろうか。ということでね、まだクリスマス残り数時間ありますけれども、ぜひ皆さん楽しんで、まあ、楽しんでって言っても私一人ぼっちなんですけれども、メリークリスマスということで、ご視聴ありがとうございました。また見てねー。